はい、ニンニクを収穫した後、畑で根切りをしたり、葉切りをしたり、葉むきをして、まあ、こういう状態にして持ってくるわけですけども、で、この運んだ後ですね、これを乾燥させるわけですけども、私は5、6本束ねてですね、天井に吊るして、しばらく乾燥させています。で、この時に私、まあ、3段階の大きさに仕分けはしてるんですね。一番小さいの、それから中くらい、それから大きめのっていうので、分けてます。で、一番小さいのにつきましては、天井に吊るさないで、まあ、切ってですね、頭をちょっと切っちゃって、こういう状態にして、で、もうこういうカゴに入れて、まあ、保存しておくと。これはもう、まあ、販売もしないし、自分で食べたりするようなものなんです。なので、こういう箱に入れて、まあ1割ぐらいですね。あとちょっと傷物とか、そういうものにはもう吊るさないで、頭を切って保存しています。今の3つの大きさの、例えばなんですけども、こういう感じですかね。これ一番小さいです。それから中くらい。それから大きめのっていう形で、このぐらいの大きさの目分量で仕分けしています。で、この大きめと中くらいのやつ、これは天井に吊るしてかけていきます。で、これとこれはまあ、そっちを分けて束ねます。それから今、これ見ていただいてわかると思うんですけども、畑で根切りをするんですね。それから葉を剥きますと、また根っこの方がこう飛び出るんですよ。切ってるんですけども根っこの方が飛び出てしまう。葉っぱをね、剥くと。で、さらにこのね、飛び出た根っこは切っておきます、ここで。なるべく根っこは切っておけば乾燥しやすいので、こういうふうな形で切っておきます、ここで。それを束ねていきます。頑張って切ってですね。ちょっと今大きめのやつを選んで切ってますけど、で、大きめのやつはですね、5本にしてます、束ねる数を。で、中くらいのやつは6本。に束ねています。まあ、大きいのでね、6本束ねるとちょっとかさばるんで、5本にしています。はい、今5本ね集めました。で、これをこういうふうに束ねまして、はい、この紐でぐるぐるっと巻いて。結構最初はですね、この茎がまだ水分含んでいてしっかりしてるんですね。なのであんまりこう縛ってもですね、あんまり形が崩れないんですけども、しっかり縛るんですけども、で、そのうちですね、乾燥してくるとこの茎がしおれてきます。しぼんできて、この縛った紐が緩んできてポロポロ落ちてしまいますんでね、時々見てまた縛り直したりして調整していきます。こういう小さなですね、このこういう小さいやつですね、これについても、まあ、根っこはちょっと切りますね。切って、で、この茎の部分切ってしまいます。こういう状態で残していきます。で、今度は中くらいのやつを選んでやってみます。6本ですからね。まあ、よく小さいのとね、中くらいでちょっと差が、まあ、微妙なものはあるんですけども、微妙なものはもうこっちの束ねる方に入れたりしています。
ね、こうやってね、束ねます。ちょっと長すぎるのはね、これ切っておきます。で、6本。今6本こう束めました。で、これ6本束ねて、縛ります。はい、こういう感じで縛っておきます。で、まあ3本ぐらいずつで、これ間でこれを引っ掛けて、吊るしておきます、ね、でもう一回やっていきます。まあ、このように根切りの仕上げをして、ね、それから束ねて、で、かけていく。で、しばらくかけていくんですけども、1ヶ月以上経ってから出荷するものは出荷します。で、あと黒ニンニクにする、ニンニクもあるんですけども、黒ニンニクにする方も、まあ、あとは2週間。から1ヶ月以上経ったものを黒ニンニクにしていきます。で、あとは大きい玉のものですね。あとは大きい玉でもちょっと傷がついてるものとかね、大きい玉でも傷がこうちょっとねあって、売り物にならなそうなもの、大きいものとか、そういったものは種用に保存していきます。種用に保存するものについては9月に種を植えますんで、そこまで乾燥させておきます。で、大きいあの束の方で種用のものは、保存して選んでいきます。で、大きい方の方でも、黒ニンニクにするものもあります。だいたい売り物の出荷用は、まあ、普通サイズですね、普通サイズの方の、ものを出荷用にしています。で、そういう感じです。で、それで今こう束ねたニンニクがありますよね。これを今上にありますように、この天井にこうやって吊るしていくんですよ。こう天井に吊るしていきます。こうやって引っ掛けていって、まあ1週間ほど前に掛けたものが少し緩んでるんですね。緩んだりしてますんで落ちてきちゃうんで、これは縛ってもう一回縛り直していきます。なんか 2,3 回縛り直したりしますね。もう茎がほんと枯れてくるんでね、干していくと。で、この茎をつけてた方が水分が抜けやすいようなんで、やはりこういう吊るしておいた方が乾燥が進むと思います。で、やはりニンニクは乾燥が本当大事だと思うので、乾燥しないで湿ったまま置いておくとやっぱカビが生えてしまいますので、腐ってしまいますから、乾燥させるというふうにしています。一応今ここにあるのは中くらいのまあものですね、はい、M サイズのものをここに吊るしているんです。で、こちらの方ですね、これはちょっと大きめの方を吊るしているという吊るし場所になっています。このように吊るし場所も変えてですね、います。で、まだですね、まだ畑に、ニンニクが残ってるんですよ。収穫がまだあるんで、これあと、1、2週間したら黒ニンニク製造の方に回すものもあるので、またここで出して空いていきますね。そこにまた収穫したのはかけていきます。で、今回ですね、雨が少しね、続いたんで、ニンニクの収穫期間が1ヶ月近く
期間がのな、まあ、かかってしまうわけですね。私1700本ほど植えてるので、1日でせいぜい1日中できるわけじゃないので、300本ぐらいですかね。1日行ってせいぜい300本ぐらいしかできないかと思います。で、雨が降ったりしますので、7日間ぐらいはかかると思うんですよ、全部収穫するのには。なので時々3日おきとか2日おきとかってなるので、1週間で2回ぐらいしか畑に行って収穫できないので、まあ1ヶ月ぐらいの期間がかかってしまいます。で、今年は6月の中旬からスタートしましたんで、早めに抜いているんですね。で、今はもう6月の最終週になってるんですけども、で、来月の7月の、そうですね、10日までの間には全部、収穫したいと思ってます。で、収穫する時もですね、サビ病が今年結構出てる、畝があったんで、そのサビ病がいっぱい出てる畝の方を先に、収穫しています。前回まで紹介している動画の中では4畝の、畑を紹介してるんですけども、その4畝の方は、まあ、今日とかでもう全部収穫しは終わると思うんですけども、もう一箇所別のところにニンニク植えてるところがあります。そこはサビ病が出てないところなので、少し、後回しにしているわけです。そっちの方はまた、収穫状況ご紹介したいとは思うんですけども、まあこういう形で結構サビ病が出てない畝があるんでね、そっちはまだ、そうですね、来週中は雨が結構続くのでほとんどできないかと思うんで、7月に入ってからだと思います。そういう形でサビ病と枯れ具合を見て、先に収穫する方、後回しにする方を考えて、ニンニクの収穫をしています。あと干す方も、先に干したところはちゃんと覚えておいて、その先に干した方を、まあ、順次黒ニンニクにする、あるいは出荷にするというふうに回していきます。このようにですね、私はニンニクの収穫後の保管、それから黒ニンニクに回すとかですね、乾燥保存方法はこういうふうにしています。一応今回はニンニクの収穫後の保管方法ですね、ご紹介いたしました。引き続きご覧いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。